1年間応援ありがとうございました。今年は、なかなか思うような結果が得られず、そしてコロナの中でね、せっかくファンサポーターも入る中で期待に応える、結果が出てないっていうのは、まあ、自分たちも悔しい思いでいます。残り試合も、最後まで、精一杯頑張りますんで、最後まで声援よろしくお願いします。